ですけれども、次はですね、後に G1 ウィナーになる馬のリクエストです、うん、さっきねラモーヌ見たけどね、まあ、その中にはですね、さすが G1 馬という感じのレースもあれば、うん、そうでもないねっていうのもあるんだね。さまざまなんですね、はい、早速見てみましょうよ。はい、はい、まず最初なんですけれども、最初のリクエスト、まあ、先日のフランスの G1 の、ね、はい、ジャックル・マロワ賞、大気シャトルが勝ちましたよね、まあ、日本中が沸いたっていう感じでしたけど、ね、しかしね、その大気シャトルへのリクエストなんですね、はい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 、大気シャトルが一度だけ負けたレース、ボダンジュステークスのレースをリクエストします。あの最強マイラーの大気シャトルが一体どんな負け方をしたのか、ぜひ見てみたいです。お願いします。高知県の小野拓司さんからいただきました。同じく東京都の中村進さん、長崎県の山田信夫さんからもいただいてましたね。東洋レインボー馬場の4分どころへ持ち出していった。東洋レインボー3番手から2番手を伺っている。先頭は天山総務、先頭だ天山総務、東洋レインボー追い込んできた。さあ鋭い足で東洋レインボー中をついて大気シャトルの競り合い、東洋レインボーぐんぐん追い込んで2番手上がるか。しかし大気シャトルしぶとい、 100m 通過、先頭は天山ストーム、2番手は際どい勝負、大気シャトル詰めたところで今ゴール、天山ストーム快勝、2番手に大気シャトル、大外からは追い込んできた東洋レインボー、最後届きませんでした。次はですね、 G1 馬にもこんなことがあったのっていうものをお届けしたいと思うんですが、一つ目は昭和60年ギャロップダイナの出走した札幌日経賞、うん、それから二つ目は平成3年メッシュパーマが出走した障害未勝利戦。なるほど、はい、どうぞ。スタートしました。おっと一頭落馬、ギャロップダイナ落馬、ギャロップダイナスタートで落馬してしまいました。さあ第一コーナーに川崎市の塩田由美さんからいただきました。札幌日経賞、ギャロップダイナがカラウマ一着したレースです。ギャロップダイナといえばというような時にしょっちゅう引き合いに出されるのに、実際に見たことがないんです。 NHK でニュースでも映したというこのレース、ぜひ見たいですということなんです。そしてもう一方は、埼玉県の小泉智孝さんからもいただきました。先頭は力産パワー、力産パワー先頭だが、デリンジャーモンが仕掛けた、デリンジャーモン接近した、さらに外から初ラモン、デリンジャーモンが道路を抜け出したか、3頭で合輪、3頭圏内、デリンジャーモン優勢か、さらに外から初ラモンも一緒に接近しています。まずわずかに内をついたメジロパーマーが先頭であります。踏み切って今ジャンプ、その後およそ7、8馬身が空いております。春秋のグランプリを制したメジロパーマーが障害戦を走っていた映像を、ぜひ障害帰りの G1 ホースも、もし比率が上手だったら生まれなかったかも。これはですね、川崎市の山内俊之さん、そして同じく大阪市の伊藤直さんからもいただいています。一気に差を詰めてまいりまして、これはやや混戦グループであります。伊吹大火山が踏み切って比率2番手メジロパーマーですが、カルストンパーシャが一気に差を詰めて3番手から2番手を伺う後ろであります。前の争いから何が先頭か、まあ、カルストンパーシャか、しかし外をついてメジロパーマーがまた差し返してきた。メジロパーマー先頭、メジロパーマー先頭です。リードを1馬身から1馬身半、カルストンパーシャが2番手、その後およそ3馬身4馬身と開いてビワヤマニン現在3番手、メジロパーマー先頭です。リードを4馬身5馬身広げたところで合輪、2着はカルストンパーシャです。メジロパーマー今日が初めての障害戦でありましたが、見事勝ち上がりました。こうやって見てみると G1 馬っていうのはやっぱ他の馬にない何かを持ってるね、うん、なるほどって思いますよね、見てて、ね、今見てもでもね、そのグランプリホースたちも、うん、そういう時代を経て来てるわけですから、そうだね、まあ、メジロパーマーにしたって、うん、障害をしたおかげで共に力がついたのか、強くなったのかもしれないね、かもしれませんよね、うん、でも来年からはあの障害戦がもっとレベルアップしてくると思いますから、うん、はいはい、なかなか平地から移ってきても勝てないかもしれませんね、まあ、それぐらいね、日本のねこの障害がもうこうレベルが高くなってくれると嬉しいやね、うん、そうなんですよね、はい、ではですね、ここで一旦リクエスト特集の方はお休みしまして、うん、今週のもう一つの特集をお送りしたいと思います。まあ、やっぱりヨーロッパの障害レースっていうのはね、施設も馬も充実してるから、まあ、ファンもさ、平地のレース同様にすごい障害レースが好きじゃない、それもやっぱ盛り上げるっていうか、強い馬を作る土台になってるよね、かもしれませんね、まあ、これからは、まあ、障害馬の育成方法、それから施設、はい、番組の改革なんかをね、もういろいろな面から行ってって、もっともっと日本でも障害っていうのが ね、だから本当、日本馬のさ、グランドナショナル制覇なんていうのはいいね、いいですね、いや
何年かかるか分かんないけどさ、そうなってほしいと思います、はい、それではですね、お知らせを挟んで再び怒涛のリクエスト特集をお送りしたいと思います。後半はあなたの思い出のあのレースが見れるかもしれませんよ。愛知県の後藤のりかずさんからいただきました。僕の見たいレースは平成6年の9月25日富士のポルンガの勝ったテレビ愛知オープンです。中京競馬場最後の直線、外から一気に中央馬をかわし一着でゴール馬を駆け抜けた時、どこからともなく拍手が沸き起こりました。重賞でもないのに起きたこの風景に何か感極まるものを感じましたということです。切れた3番富士のポルンガ、すかさまの富士のポルンガ先頭でゴールイン。2番手はキングファラオカ、直線鮮やか、笠松の富士のポルンガ安藤克美騎手。新潟県の平原敦さんからです。桜栄光王のデビュー戦をリクエストします。この馬はクラシックに出るから注目して見た方がいいと言われテレビを見ました。そして3、4コーナーで思わずああどこへ行くんだと叫んでしまいました。小島太現調教師も死ぬかと思ったと言っていたこのレース、その後重賞2勝するほどの馬なのでいろいろな意味で注目する馬だったと思います。鹿児島県の桑野義孝さんからです。当時まだ中学生だった頃、学校が終わって友達とテレビで競馬観戦、パドック解説者のある競馬誌の記者が待ち金のことをめちゃめちゃ言っていた。それがなんと大逃げをしそのままゴール。あの時はだなあ見ろあの記者と思い、それと同時に待ち金村亀は僕にレース展開というのを教えてくれました。同じく兵庫県の神田健二さんからもいただきました。レッスルあたりも突っ込んでまいりました。ワンダーレッスル、さらにはジョースナイパー、宮地ペガサス、そして外をついて懸命にドクターシャトル、待ち金村亀やや足が鈍った、リードがまだ3馬身ぐらいでありますが、宮地ペガサスとジョースナイパー、宮地ペガサス、ジョースナイパー突っ込んでゴール。どうでしょうか。またまた牧原さんのリクエストですね。東京都葛飾区の長崎茂さんからです。このレースの勝ち馬の名はアラビアンナイトといえば何のレースだったかお分けになる人は多いでしょう。そう、 JRA 史上初女性騎手が勝った歴史的なレースです。コースタートから先頭に立ち逃げに出た牧原&アラビアンナイト。3コーナー過ぎから場内はざわめきが。ゴールの瞬間は午前中のレースとしては最高、過去最高の盛り上がったのではないかと思いました。あの興奮をもう一度味わいたいです。2番手あとは開いている。さあ牧原騎手初勝利か、アラビアンナイト2馬身3馬身と突き放して今ゴールイン。牧原騎手やりました。